はい、皆さんこんにちは、チャンタイです。パワプロ2017ペナント実況プレイ始めていきたいと思います。はい、今回はジャイアンツとの2回戦をお届けしていきたいと思います。はい、ということで、前回の開幕戦ね、はい、勝利で飾ることができました。今回連勝をかけたね、試合になります。ちょっとごめんなさい、試合の前になんですけど、前回の、ペナント実況ですね、ではちょっとやってなかったんですけど、これですね、二つ名でいいですよね、読み方。はい、ちょっとね、3期生と2期生のメンバーの皆さんに、設定してみました。はい、例えば山下さんだったら勝利を呼ぶエースみたいな感じで、いろんなねメンバーにいろいろやってみたんで、ちょっとこれ試合中にねいろいろ流れると思うんで、ちょっとこちらもちょっと楽しみにしていただければかなと思います。はい、はい、では試合の方を始めていきます。ランさん不調ですね。でも他の先発陣も不調のメンバー多いですけど、ちょっとまあ不調ぐらいなら投げさせますね。絶不調だとちょっとどうかなって感じなんですけど、あそっか、ランズさん野手能力高いんでこうですね、今回も。はい、ちょっと9番佐藤さんにします。そうですね、今回もこのオーダーでいこうかなと思います。はい、ちょっとまだスターの打順とか手探り状態なんで、やりながらねベストのオーダーを見つけていくって感じにはなると思います。はい、今日ジャイアンツ田口投手ですね。結構変化球の変化量が大きいですね。うん、トータルで10ありますね、変化量。結構これすごいな。能力的にも結構バランス取れてますし。なるほど、左ピッチャーですけど左打者 F 持ってますね。ちょっとね、まだ堀さんにヒットが出てないんでね、今日は変化球の変化量が大きいんで、しっかりと芯で捉えないといけないですね。はい、ということでね、今日先発ランゼさんです。これか、オリジナル球種ポトポトポットスというものを持ってますね。早速投げてみます。こんな感じですね。結構横に曲がるというよりは縦の変化ですね。はい、うわやば、うわちょっとクッションボールミスった。やばいぞこれ、危なかった。ちょっとここ坂本選手ってのがきついですね。ここちょっとあんまり簡単なストライクは取らないように、際どいコースで、よし、しょうがないかな。ここゲッツーがねあるんで、阿部選手は。
ゴールさえ打たせることができれば。やばい、これはやばい。ちょっとファーボールも嫌ですね、ここ。よし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 。あ、今日5番村田選手ですね。前回の試合はね、ここマギー選手だったと思うんですけど、村田選手の方が嫌かな。第4球を投げた。わずかに外れました。カウントは2ボール2ストライク。投げた。よし、ここ無失点で切り抜けたの大きいですね。寺田ワンアウト一塁三塁のピンチでした。2回の表、野木攻撃に入ります。バッター雪国の対抗北野、決まってストライク。まだチームのね、初ホームランが出てないんでね、今日は出ますかね。北野さんは、目標なんですけど、3割30本30盗塁、ちょっと目標にしたいなと思ってます。オッケー、連打来た。これはいいですよ、連打で。ちょっとここ、与田さん、対左投手 A 持ってるんですけど、ここは手堅くいきますかね。さすがにちょっと打たしたいっていうのもあるんですけど、いやー、やってしまった。さあ、ランゼさん野手能力も高いんで、ここ一本打ちたい。よし、 OK。 あ、ドンピシャだったな。オッケー。さあ、満塁で佐藤さん。第9球投げました。見送ってストライク。まずは見送りました。第2球。やばい、追い込まれちゃった。第3球を投げた。インロー決まる球。もう膝元外れます。カウント1ボール2ストライク。アクロー外れても、カウント2ボール2ストライク。いやー、ミスったの。ボールだった。三塁にランナーを。これからジャイアンツの。ノーアウト一二塁からちょっと点が取れなかったのは痛いですね。オッケー、ナイスカッチ。ここしっかり切らないといけないですね。打順もピッチャーなんで。よし、どうだ、抜けない。ちょっと堀さん1本出ないですね。
球目ストライク。投げました。アウトコース低め、スクリューが外れてもカウントはボールです。見送ってストライク。バッター追い込まれました。投球これから4球目。打ちました。ピッチャー返し。坂本掴んだ。一塁へ送る。アウト。スリーアウトチェンジ。乃木打順トップからでした。ジャイアンツこの回は打順の1番からの攻撃。せっかくね3期生で、まあ、テナントやってるんで、ちょっと3期生の話とかもちょっとしながらね試合やりたいと思うんですけど、皆さんどういう印象ですかね、3期生の皆さん。なんか自分いろいろ見る感じと、やっぱなんか全体的にやっぱり明るいですよね、3期生の皆さんって。2期生の皆さんが、まあ、乃木坂に入った時に比べるとすごく違うなっていう感じはするんですよ。もう本当に、まあ、乃木ビンゴとか見ると本当にみんな明るくて、なんか、まあ、結構リアクションとかもねいいんで、なんかまあそういうのはね3期生の皆さんすごいなと思いますね。あーどうだった。結構ね、本当に、まあ、ちょっとしたら選抜とかにもね、入るチャンスとかも本当にあるんじゃないかなっていうぐらいね、まあ、個性があるメンバーの皆さん揃ってると思うんで、お見立て会っていうのかな、なんか、やばい!よし、うん、1点取られましたね。お見立て会の時はね、なんかそんなにこう、やっぱりまあ、お見立て会の時はまだちょっとね、まあ、離れしてないっていうのもあると思うんでね、まあ、それはそうなんですけど、なんかやっぱり最初に抱いた印象とはもうね、今、違いますね、3期生の皆さんは。本当に、とにかく明るいっていう印象ですね、個人的には。オッケー、今日北野さんいいですね。北野ナイスバッティングです。今日これバッター強肩の変わっていた梅沢。うーなんでわかった。タッチアウト。ワンアウト。ワンアウトランナーなくなりました。ストレートに打ってストライク。伸びのあるストレート投げました。ストライク。バッター追い込まれました。第3球を投球これから2球目。完全に外れた。ボール。カウントはワンボールワンストライクです。ボール。バッターよく見ました。カウントはツーボールワンストライク。投げた。スクリューはボール。カウントはスリーボールワンストライク。第5球投げた。決まった。ストライク。次は6球目投げた。変化球空振り三振。せっかくランナー出たんですけどね。てか今与田さん見て思い出したんですけど、先日のね乃木ビンゴでブルゾンちえみのねモノマネをするっていうのがあったんですけど、与田さんがなんか普通にあれですよね、なんか本物のブルゾンちえみさんがああいう感じなんでなんかすごく可愛く見えましたね。なんかそのなんですかね、ブルゾンちえみのモノマネをしたときに、なんか与田さんとか、その、ウィズ B の、松村さんとマーヤさんが言ってましたけど、まあ、あの辺よりも、自分はですね、イージリーさんの笑い方がすごい気になりましたね。なんかもしね、もう一回、よし !OK! 機会があればね、もし見返していただきたいんですけど、ブルゾンちえみのモノマネをして決め台詞みたいなのありますよね、35億的な、あれをや
あの与田さんがやった時、イジリーさんがもうイジリーさんの笑い方が個人的にツボでしたね。はい、すごい高い声で笑ってて、なんかそれが面白かったですね、個人的には。ちょっとなかなかヒットが続かないですね。あーやばい、田口投手は奪三振っていう特殊能力持ってるんで、追い込まれる前にねちょっと打ちたいんで、ちょっと早打ちしてるんですけど、なかなかちょっとちょっとね、ランゼさんはスタミナが結構もう切れてるんで、あ、ちょっとさっきあの中継ぎ陣見たときに好調な選手が多かった気がするんで、まあ、中継ぎ陣にね今日は頑張ってもらう展開にはなるかなと思いますね。あの前回ね山下さんが完封したんで、まあ、中継ぎリリーフ陣の出番はなかったんで、よし、おー、二塁間に合った、北野さん、これはナイスプレー、これ二塁間に合ったの大きいですね。あの2アウト二塁で坂本選手二塁か一塁かっていうのは全然違うと思うんで、やばい、ちょっとこれダメだよ、ランナー返した、よし、いやここ結構大事な場面になりましたね。ちょっとランゼさん、この回までですねスタミナ的にここは抑えてほしい、よし、 OK、 なんとかゲームを作ってくれましたね。はい、抜けないか、あれやばいやばいやばい、マジで打てない、ちょっと、これ落ちそう、あ、落ちないか、マジか。ヒットが前回同様ちょっと出ないですね。ランズさんちょっと無理ですねこれ。では絶好ちゃん、純奈さんいきますか。はい、純奈さんはこれですね、コンペ伊藤という球種があります。じゃあ投げてみますね、こんな感じでちょっと球速遅めになってます。で結構ブレーキが効いて、徐々に落ちていくっていう感じよりは、あのいきなりガッて落ちる感じですね。よし、オッケー、うん、今日北野さんいいですね、守備で、まあ、バッティングも2安打確か打ってると思うんですけど、よっしゃー、純奈さんいいですね、
を終盤戦に突入します。バッターは雪国の大砲北野。投げた初球はストライク、まずは見送りました。第2球どうだどうだどうだ、ダメか。これでバッターアウト。バッター強肩のパワーヒッター梅沢、初球を打ちました。抜けない、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッター離島のサラブレッド与田、投げた。ちょっとこれホームラン欲しいな。ホームランは第2球投げた。なかなか連打が出ないんでね、ど真ん中のシットとか来ないかな。あー、ダメか。取ってこれで3アウトチェンジ。乃木三者凡退。これ田口投手に打順回りますよね。ピッチャー変わんねえかな多分変わんないと思うんですけどね。変わってくれたらすごい嬉しい。空振り、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。投げました。 OK。 いや、純奈さんいいですね。ピッチャー変わんないですね。やってしまった。ピッチャーに打たれるのはダメだ。うわー、やばい。ちょっとピッチャー変えます。ここでの失点は致命傷になるんで。あー、マギー選手出てきた。じゃあレナツさんいきますか。はい、レナツさんのオリジナル球種はこのコスコス、オリジナル球種になります。このチェンジアップみたいな感じで落ちていきます。そうそう、ちょっと待って。いや、今取れたと思ったんだけどな。飛びつかなかった。取れると思って飛びつかなかったんですけど、いや、ゲッツー狙いかなこれ。うわ、マジに今ミスった。うわー、ちょっとやばい。でもここ追加点取られると本当に。よし、オッケー。これはナイスキャッチ。よっしゃ、出た。 OK。 じゃあちょっとここ次ピッチャーですよね。ここ代打ですね。あ、琴子さん確か左投手、あ、強いですよね。しかも代打丸持ってるんで、ここ琴子さん任せます。ここはだいぶパワーアップすると思うんで。多分ホームランも狙えるねと思うんで、ここはパワーアップしてるんで。どうだ。よし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 、つないだ。これ今2点差ですよね。2点差だったらこうバントですね。バント、あー、やばい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 。ちゃんとしっかりボール見て。よし、オッケー。さあ、ターニングポイント。ちょっとごめんなさい、あの琴子さんダイソー出そうかな。あ、じゃあちょっとここダイソーで一球戦の力借りましょうか。はい、レイカさんキャプテン、ちょっとダイソーとして一軍、あのメンバーの力借ります。1期生のここ力を借りて、なんとか2点目で、ね、2点目かなり大事なんでね。うーん、やばい。ただ1点
入った。さあこれ今タイミング混んじゃったんでパワーアップするんでね。あ、ピッチャーここで変わんのか。マシソン投手、うわ球速いな。これはちょっとここ代打出しますかね。あ、ここ日村さん行こっかな。日村さん行きますか。ここ一発出れば逆転ですもんね。よし、日村お兄ちゃん頼む。嘘だ。あれすごい今捉えた感覚あったんですけど、あれミートコースの結構合ってましたよね。あーマジか、今捉えた感覚あったんだけどな。じゃあちょっと坂口さん行きますか。でここにして、ちょっとキャプテンは下げよっかな。じゃあどうしよう。じゃあミリアさん行きますか。はい、坂口さんはあ、これだ、坂口、坂道上り坂ですね。早速投げてみます。はい、まあスクリューボールが結構ブレーキが効いてるスクリューボールって感じですね。よし、さあもう1点もやれないんでね。いいボールだけど、よし、もうこのオリジナル変化球結構いいですね。左バッターには多分結構効くと思うんで、右バッターよりも。多分このインハイの低めとか、うん、からのインハイ高め。うん、惜しい。カウント3ボール2ストライクです。オッケー、ナイスリリーフ。さあちょっとまず1点、まず1点ですね。はい、神根の投手出てきましたね。こんな球速かったっけ。ちょっとこれきついな。あ、でもさっき あのマシソン投手と似てますよね。あの球種もスライダーとカットボールが違うぐらいで、ちょっとここは抜けて抜けて、ダメか。北野さん頼む。よっしゃ出た、初ホームラン。ここでど真ん中来た。チーム初ホームランはね、北野さんでしたね。4番の一発、ここで。いや、この土壇場で打ちましたね。さあ、ここの回ですね。もう1点。あー、ミスったな、今の。捉えた。よし、おー、ナイスバッティング。これはナイスバッティングだった。きれいなセンター返し。はい、ただ土壇場で追いつきましたね。ちょっと沢口さん、もう1イニングぐらい頑張ってもらいます。ランナーはありません。
戦、ピンチヒッターの相川、第9。これ相川選手が代打で出てきましたけど、このままね相川選手が、あーやばい、キャッチャーでついてくれたらっていうか、まずこの回をねゼロで抑えないといけないですね。ちょっと右バッター続きますよね。ですよね、右右右ですよね。かりんさんいきますか。ここは抑えたいの。ちょっと今日陽選手にめちゃめちゃやられてるんで、かりんさんはこの中飛車というオリジナル球種ですね。はい、フォーク系です。やばい、うわこれは痛い。乃木、外野は浅めの守備を取ります。外角低め、ちょっとこれもう、危なかった、マジで危ない。今のもう抜かれてたら終わりですからね。カイさん取る、やばい、やばい、絶対絶命だこれは。ちょっとちょっと設楽さんいきます。設楽さん、設楽さんに任せるしかない。おっけ、危なかった、マジで危ない、いや危なかった。しかもここターニングポイント押さえたんでね。いや、設楽さんマジナイスだった。お、ピッチャー変わりましたね。沢村選手、沢村投手、あ、また同じ感じですね。というか沢村選手とカミネロ投手、マイソン投手でも球種とかタイプ的にもすごいそっくりですね。ちょっと4番5番このイニングぐらいはちょっとしたらお兄ちゃんに頑張ってもらいたい。簡単にツーストライクと追い込んだ。ボールわずかに外れました。カウント1ボール2ストライク。投げた、外れた、ボール、平行カウント、投球分の5球目。やばー、やめてやめてやめて、うっそ、あー、いいダイソー残ってましたね。ここはもう1点入れたら終わりなんで、まあ、歩かしてもいいぐらいの気持ちで際どいコースで攻めていかないといけないですね。よし、ちょっと設楽さんここは踏ん張って、よし、うわー、やばい、ちょっと待ってくださいね。あ、でも小林選手絶好調なのか。でも絶好調でも亀井選手の方が嫌かな。
代打も残ってないんで、ちょっと満塁策取りましょうか。満塁の方が守りやすいんで、なんとか小林選手、まあ、ゲッツーが一番理想ですけど、まあ、フォアボールこれで出せなくなっちゃったんで、やばい、うわ、やばい、やられた。いやー、熱戦でしたけどね。いや最後、まあでもどうだったかな、亀井選手と勝負した方が。亀井選手ね、足速くて左バッターなんで、ちょっとゲッツー難しいんでね、ちょっと満塁策に取ったんですけど、いやーちょっとなー、今日、まあ、田口当初ね、打ち込めなかったのが結局最後まで響きましたね。終盤ね、なんとか同点まで追いついたんですけど、はい、ただまあそうですね、チーム初ホームラン出ましたね、北野さん、これですね。はい、ここでね同点に追いついたんですけどね、このあとね、なかなか、いや設楽さんね、ここですよね、このあとだったかな、これですね。ここでね、なんか堀さんのナイスプレーもあって、なんとかサヨナラのチャンスを防いだんですけど、1、3塁になって満塁にして、これですね。いやちょっとこれさせないかな、ランナーも脇谷選手でしたしね。連勝できなかったか。いや、やばい、16安打打たれちゃったんだ今日。はい、まあちょっとね、公式お兄ちゃんに初黒星ついちゃいましたけど、まあホームラン1本出ましたね。ただちょっと全体的に今日も打てなかったですね。なかなか打つ方で苦戦してますけど、はい、ということでね、ちょっと今回残念でしたけどね。はい、次の試合ですね、1勝1敗で迎えて、まあ、これ勝てばね、次の試合勝ち越しなんでね、やっぱ勝ち越して行きたいんで、まあ、ちょっと次回の試合はね、頑張りたいと思います。次回の先発はですね、3期生の、誰かが先発すると思うのでね、そちらも楽しみにしていただければなと思います。はい、では今回ここまでになります。ご視聴ありがとうございました。